皆さんこんにちは。今回はオバフェンのパテ盛りをやっていきます。準備するものはロックのポリパテですね。中目を使います。硬化剤で巣穴やピンホールを埋めるための細めのパテですね。練り合わせるための板ですね。プラスチックでも木の板でも何でもいいと思います。大中小のヘラですね。パテ用のプラスチックのヘラが使いやすいと思います。パテを持っていく前に足付けをします。ペーパーは400番前後を使います。それではやっていきましょう。軽く足付けをしたら、こういった食器用洗剤でいいので削りカスや汚れを落とします。洗浄は食器用洗剤で何でもいいと思います。もしくはパーツクリーナーとかシリコンオフで綺麗に汚れを落とします。パテ盛りの後はシリコンオフかパーツクリーナーで洗浄します。それでは1回目のパテを持っていきます。新品を開封した時に分離していることがよくあるのでよく混ぜ合わせます。取材 1kg に対し硬化剤は 20g です。50対1の比率ですね。大方の目分量で混ぜ合わせていきます。底面がデコボコでしたので少し多めに盛っています。パテは薄く引き伸ばして盛り付けていくのが基本ですが、1回目のパテ盛りで厚み 3mm 以下なら研いだ時に削れるので問題はないです。盛り付けのコツなんですが、エラを斜めに寝かせるようにして引き伸ばします。同じところを何度もやっていると硬化が早いのでゴテゴテになってくるので、 2,3 回ヘラで鳴らせなかったら諦めて次のところに持っていきます。固まってくる前になるべく手際よくやっていくといいでしょうね。硬化剤を混ぜた後のパテはだいたい5分前後で使い切れる量を作っています。最初のパテ盛りは全体を持っていくので手間の数が多いですね。ひたすら持っていくだけなので早送りします。こうしてパテ盛りをしてもパテは経年劣化で数年後には肉痩せしてくることがあります。せっかく苦労して持ってもまた盛り直す必要がありますね。それからパテは意外と重量があって、厚く盛るとかなり重量が重たくなります。このロックのポリパテはメーカー推奨が厚み 3mm までなので、それ以上は盛らない方がいいでしょうね。パテ盛りが終わったので1回目の面出しをします。240番のペーパーで研いでいきます。水研ぎは絶対しないでください。パテに水分が含むと削れすぎてしまうので、空研ぎをやっていきます。当て木をして削っていく方法もあるのですが、時間と労力を費やすので、平面の面出しは私はペーパーサンダーを使っています。もちろん細かいところは使えないので、手作業ですね。ひたすら研いでいくと、面の高い部分が削れて FRP の素地が見えてきますよね。パテのところは面の低い部分になります。この1回目の研いだ段階では、触らなくてもだいたい目視で確認できますよね。指を刺しているところがしっかり漏れてない部分ですね。ヘラで引き伸ばした時に空気が入ったりすることがあるので、こういったところも再度パテ盛りしていきます。この辺りなんかは特にひどいですよね。2回目のパテ盛りをしていきます。だいたい低い部分が分かっているので、低い面だけを盛り付けていきます。2回目のパテ盛りが終わったので、研いでいきます。空研ぎは目詰まりしやすいので、新しいペーパーに交換します。このアーチの部分とかまだ凹凸がありますね。マジックで印しておくと分かりやすいですね。
リフトアップ車などはフェンダーの爪が見えるので、底面もしっかりと面出しします。この爪のあたりが FRP の成形でうまくいかなかったので、何回もパテを持てる羽目になっています。こちら裏の面ですね。両面テープを貼る部分にパテ盛りしていきます。両面テープの幅の分だけですね。この裏の部分も面出しをしないと、ボディとテープの密着が悪くて剥がれ落ちてしまうので、この面も重要です。こちら裏側ですね。パテ盛りが硬化したら、ギス止めのくぼみを作るのに、もう一度この部分ですね、パテを持っていきます。ビスを止める位置なんですけど、バランスが取れるピッチにします。ギアはギス止め部分を5箇所にしています。端っこから70ミリあたりですね。70ミリに印しておきます。穴と穴のピッチがだいたい170ミリです。均等に170ミリにしてます。こちらフロントのフェンダー部分ですね。ピッチを3箇所均等にしています。穴のピッチは140ぐらいです。こちらフロントのドア部分ですね。ドア部分は2箇所均等に。ビスの大きさは好みによるので、どのサイズでもいいと思います。このようにくぼみを作る場合は、だいたい40ミリ前後のパテを持っていきます。このような感じですね。だいたい40ミリ前後でいいので、パテ盛りしていきます。裏側は勾配があるので、厚くパテ盛りします。薄く盛ると、くぼみを削るときにですね、穴が開いてしまうんですよね。ですので、何層もパテを塗っています。先ほどパテ盛りは厚く盛らない方がいいと言っていましたけど、矛盾していますが、私はこの方法しかないかなと思います。他に方法があったら、コメント欄にでもアドバイスよろしくお願いします。裏側はボディとの接地面ですので、入念に研いでいきます。仮合わせをしてみて、凹凸がある箇所は削ります。新品の既製品のエアロでも加工なしでバチッと合うことはまずないですね。自作ですと、なおさら仮合わせを何度もして合わせていく必要がありますね。3回目の面出しですので、400番に番手を上げて仕上げていきます。仕上がりに近づいてくると、パテを持った面積が少なくなっていきます。この FRP の半透明の素地が見えてくるまでは、ひたすら研ぎます。凸凹感がなくなってきました。時折手で撫でるように触ると、高低差がわかりやすいです。あと、光に当ててみる方法ですね。手で触った感覚で違和感がなくなれば、だいたい面が出てますね。外形の形も整えていきます。表の面出しの仕上げが終わったら、シリコンオフかパーツクリーナーで洗浄します。パテは水分が含みやすいので、水洗いは避けてください。水洗いするのであれば、しっかり乾燥させてから次の工程に移ってください。ピンホールや巣穴が見にくい時はですね、プラサフを吹いて分かりやすくします。プラサフが乾いたので、少しピンホールが分かりやすくなりました。こういったところにピンホールがあるんですけど、こういった細めのパテですね、薄付けパテをピンホールに埋めていきます。色を変えた方が分かりやすいので、私はシルバーを使っています。こういったところですね。小さいヘラを使用した方が穴を埋めていきやすいです。穴が小さいので、盛るのに少し手加減をして盛っていきます。この薄付けパテは一液ですので、硬化剤はないです。巣穴やピンホールの
ごく小さな箇所を埋めていくのにはこの極細パテを使用するといいですね。私事なんですが、この小さな穴が最近見にくくなってきました。見落とすことが増えてきましたね。年々老化を感じております。細めパテを盛り終えたら仕上げなのでスポンジを当てて手作業で研いでいきます。塗装の足付けを兼ねて400番のペーパーで仕上げていきます。巣穴やピンホールの穴埋めが終わりましたので、400番のペーパーで足付けして仕上げは終わりです。ビス止めしない方はこのまま次の工程の塗装へ移ってもいいんですが、私は一手間加えてビス止めのくぼみの加工をやっていきます。用意するのはこういった砥石ですね。ドリルやインパクトに取り付けるものですね。直径は25ミリのものです。それから面取り用の砥石ですね。くぼみ形状に削っていく際に軸がぶれないように送り速度と回転数を合わせて削っていきます。削りすぎて穴が開かないように注意します。もし穴が開いてしまった場合はもう一度パテを持って削っていきます。角になる部分は面取りをしておきます。最後ペーパーで仕上げて終了です。これは取り付けるビスです。ねじ切り部分が 3.8 ミリです。 2.5 ミリのドリルを使って下穴を開けていきます。下穴を開けておかないとパテは割れやすいので、ドリルビスでも割れてしまうことがあります。ですのでドリルビスでも下穴は開けておいた方がいいでしょうね。パテでの成形が全て終わったら車両側に仮合わせしてみます。フロント側はドアを全開にして干渉がなければ OK です。次に後ろのスライドドアですね。ドアの内張りの干渉もないですね。次は塗装と仕上げをしますので、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。